どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。やはり我々がお相手するよりもはるかにいい修行になったようですね。我々では先ほどのようなトランクスさんの力は引き出せなかったでしょう。とんでもない、海王神様のおかげですよ。あの時のご飯さんと手合わせできるなんて思いませんでした。少年の姿をしていたようでしたが、そのご飯さんという方はどのような方だったのですか？この世界では俺の師匠だった人で、別の世界では地球の未来を救った人です。この世界のご飯さんはすでに亡くなってしまったのですが、ご飯さんがいなければ今の俺もこの世界の平和もなかったはずです。俺もご飯さんのように強くありたい。そして超えるべき俺の目標の一人です。そうでしたか。ご飯さんがいらっしゃらないのは残念ですが、今の私にとってはあなたがこの世界を救える唯一の希望です。その力をぜひ私に、いえ世界にお貸しください。俺が希望？偶然ですね。ご飯さんからも昔そう言われたことがありましたよ。いえ、きっとそれは偶然ではないのでしょう。私はそう確信しましたよ、トランクスさん。さすがです、トランクスさん。完全にZソードを使いこなせるようになりましたね。海王神様のおかげですよ。俺一人だけだったらここまで極められませんでした。正直言うと、この剣の重さで腕力が鍛えられただけかもしれないけど。まさかZソードを初めて使いこなした者が人間だったとはな。驚きだ。ではトランクスさん、修行の仕上げといきましょう。出た。これは宇宙で一番硬いと言われるカッチン鋼です。これでZソードの切れ味を試してみましょう。わかりました。では投げてください。海王神様、地球に動きが。バビディのやつが動き出しました。何ですって？ついに時が来たようです。地球に行きましょう、トランクスさん。このZソードがあれば必ず魔人ブーの復活を阻止できます。はい。あのその前に服を元に戻してもらっていいですか？え、お似合いなんですけどね。君と頼みます。承知いたしました。ありがとうございます。やっぱりこっちの方が落ち着くな。うん、それでは地球へ。開会。ヤコンプイプイをちょっと通常だけで倒せるんか。あ、余裕だ。プイプイちゃんとダメージを与えてくるっていうのがね、怖いところ。ちょっと待って、あ、サイズ2になってなかった。2になってるとダメージも上がるしね。おいおい、通常だけで倒すのちょっとやっぱきついか。必殺技も使っていかないとやっぱり厳しい。レベル差があってもこれだからね。普通的だったらね、こんだけレベル差あればダメージは、そうね、1ゲージ2ゲージは軽く飛ばせると思うんだけど、通常パンチで。やっぱこういうボスみたいなのは違うんだね。よし、当てた。スナイプショット。よっしゃ、危ない。おお、当たってる。もう
はい、まあ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 、ここは余裕か。